ケーストリーム。皆さんこんにちは。柏の葉コミュニティ放送ケーストリームです。11月18日火曜日、今日の放送プログラムをご紹介します。まずは大瀬優子のおいしいサロン、料理研究家大瀬優子先生のトーク番組です。その前半をお送りし、間に柏の葉ニュースを挟んで大瀬優子のおいしいサロン後半をお送りします。その後は野田朗読の会による朗読、死神どんぶらをお送りします。それではご覧ください。大瀬優子のおいしいサロン、今日のゲストはですね、柏の葉アーバンデザインセンターアートディレクター小山田博彦さんです。よろしくお願いいたします。では早速小山田さんに自己紹介お願いします。はい、わかりました。こんにちは。私は、柏の葉アーバンデザインセンター、UDCK と言いますけどものアートディレクターを担当しています小山田です。はい。私のミッションは、この町とても新しい町なので、この町の人たちが、楽しくワクワクコミュニケーションができる、はい、コミュニケーションを高める仕事がミッションになっています。コミュニケーションを高める仕事、はいはい、質の高いコミュニケーション、はい、どんなコミュニケーション。そうですね、ちょっと難しいことかもしれませんが、この町は、新しくもうできて今8年目ぐらいだと思うんですが、この町には新しい住民の方が引っ越していらっしゃったり、また昔からいらっしゃる方もいらっしゃいます。なのでまずこの新しい町はみんなで一緒に作っていく町ということなので、みんなが一緒に作るためにはいろんな仕掛けを用意して、そこにはいろんな会話が生まれて、子供から大人、お年寄りまでですね、そういう仕掛けをいっぱい作るということを、そこには必ずコミュニケーションが生まれるようにしたいということで、このディレクターをやることになりました。はい、コミュニケーション学びながら成長していく、はい、そうですね、そんなイメージですかね。はい、はいはいはい、そのためにはどんな仕掛けが。はい、まず私どもはここの町最初入った時にはですね、まだ何にもなくて、はい、白い建物の UDCK がポツンと立っていて、あとララポートさんが工事中でした。そうでした。マンションはまだ何もなくて、はい、という状況でしたが、まあこの中に、移り住んでくる人たちがワクワクして、あ、この町だったら何か一緒にやれそうだなと思うような仕掛けをやろうということで、はい、五感の学校というテーマを、はい、掲げました。五感の学校、町が学校。そうです。学校というのは、一緒に成長していくという意味で、皆さんと一緒に何か学んで、一緒に何か築き上げていくというものを、はい、プログラムしようということで、はい、なおかつ五感とつけたのは、あんまりこう堅苦しいことじゃなくて、感覚的に楽しいとか美しいとか、ワクワクするということを、中心に、作っていこうということで、スタートさせました。はい、で先ほども言いましたが、五感の学校のテーマは、自由で美しく気づきに満ちた街になるということであります。はい、これのためにさまざまなプロジェクトをやるということになりました。で最初はですね、楽しくなきゃいけないので、引っ越した来た方々と一緒にまずピクニックをやりました。はい、ピクニックをやったのはですね、こういったですね、わー、はい、楽しそうだな。まだここのエリアが何もない頃に、まず芝の種から植えたんですね。はいはい、それから芝生を生やして、でその上で、ピューノやりました。この町は50カ国ぐらいの留学生もいらっしゃる。はいはい、なので国際、ピクニック大会をやったわけですね。はい、はいはい、でアメリカ人の方がいたらアメリカの旗を立てるし、インドの方がいればインドの旗を立てたりして、楽しくやりました。はい、これが最初やりましてですね、その後、いろんなこの町のコミュニケーションの仕掛けを作っていくということをやりました。さらにちょっと前はですね、はい、この何もないところということがあって、一番最初にやったのは、すごいな、光のイベントをやります。はい、何もないところ、真っ暗ですよね。はいはい、真っ暗なんですけど、ここに人が今から住まうんだというところを輪郭を取って、この中に人が訪れますという予感をさせるための未来観測というイベントをやりました。これは
まあ、あのここを買おうかなと思っていらっしゃる方とか、うん、近所の人が何が始まったんだろうという不思議感を出しました、うん、はい、はい、ということをやったりしました。それからさまざまな、コミュニケーションを生み出すために、ずっと2006年から、はい、ワークショップと呼ばれるものを、うん、毎月やってきました、子どもたちとか大人も含めましてアーティストとかデザイナーと一緒に、はい、この町で楽しくやるためのいろんなコンテンツをご用意しました、はい、すごいですね、はい、数が、はい、数がいい、面白い、分野もいろいろあります。いろいろでした。風景をピンホールカメラで撮るツアーをやったり、うん、クンクンウォークって言って匂いで街をツアーをしたり、はい、いろんな世界の料理教室をやったり、うん、はいはい、それから何か作品を作るとか、はい、まあ、いろんなことをやって、はい、まあ放課後に集まって楽しい町にクラブがあるような感じですが、みたいなものをやって、これで町の人たちが知らない人同士が子供を通じて仲良しになりました、はい、でその後ですね、はい、クラブ活動を、はい、作りまして町の中に、はいはい、一番最初に作ったのがはちみつクラブです。はちみつクラブ、はい、今も続いてますね、はい、続いてますね、はい、とても素晴らしいプロジェクトだと思うんですが、はい、はちみつプロジェクトですね、はいはい、これはこの町の最初とても大事なプロジェクトとして、ね、はい、住民が自ら一緒に やるプロジェクトとして差し上げました、で自然と人間アートの共生を実現するということで、はちみはちさんに頑張ってもらいました、はい、でご褒美にですね、はちさんにはこの立派な、はい、オークションみたいな蜂の巣をプレゼントをしました、はい、これは今あの町の中に存在してますが、はい、未だに蜂さんはこの町でもう何世代にもわたって成長してますが、蜂蜜を取って、この町の味として、はい、皆さんに食べていただいているということで、三輪先生、はい、出ていただきましたよ、三輪、ね、はい、先生も、あ、そうですか、うん、はい、もう最初大変お世話になりました、はい、最初は千葉大の中で買わせていただいてテストしたりしましたけど、はい、まあ、こういう取り組みが、はい、さまざまな取り組みが行われるので、もう必ず楽しいことは、うん、伝染しますよね、うん、はい、美味しいことも伝染してます、はい、そのことを、まあ、ずっとやってきて、うん、今年8年目になりますが、はい、まあ、こういうプロジェクトがたくさんの街になってきました。はい、はい、で、はい、まあ、そんな中でも、はい、マルシェとかピノキオっていうのも一つの活動で、はい、はい、でマルシェ、まあ、私らはマルシェコロールって言ってますが、うん、マルシェコロールもこの町のコミュニケーションを生み出す仕掛けとして、生み出されたものですが、マルシェはまあ市場ですよね、はい、で普通はお野菜を売ったり、お肉を売ったりっていう、まあ、ヨーロッパ型のマルシェをあれするんですが、はい、コロールってつけたのは、うん、コロール、はい、コロールはまあいろいろっていう意味ですね、うん、はい、でこの町のいろんなコンテンツ、いろんな人、うんうん、まあ、ここは最先端の技術を持っている企業さんとか大学もあります、はい、がオンステージする場所ということで、はい、マルシェコロールを設定しました。なので何か売るだけじゃなくてご披露したいとか、なんかワークショップやりたいとか、歌も歌ったりもしたし、はい、いろいろ、はいはい、音楽もやりましたし、ありましたね、はい、ダンスもありますし、ありました、はい、みたいなことで、まあ、カラフルなにぎわいを演出するために開発しました、はい、まあ、これ今でもずっと続いて、はい、もうあの日曜日マルシェっていうのを、はい、そうです、月に1回、今、はい、月1回やってます、うん、はい、最初もずっと月1回やってまして、はい、はい、途中なんか大きなイベントを年に何回かやってます、はい、またあの毎月やりたいということで今毎月やってますね、はいはい、このオレンジ色が出ると、まあ、マルシェがやってきたという雰囲気なんですね、うん、それから、マルシェの中では、はい、お外で一緒にご飯をやる共宅っていうのもあります、はい、外国人の方もいます、はい、外国人の方も共宅、共宅共にテーブルに作るということですね、うん、はい、これはマルシェの毎月行われる日は、うん、お外でご飯します、はい、いうようなことで、はい、まあ、これも一種のコミュニケーションを高める、はい、手段だと思いますね。同じ釜の飯を食べる中でもね、そうですね、はい、私やってますけど、はい、そんな感じですね、はい、そうです、そうです、はい、それから最大の、子どもたちのイベントが、はい、ピノキオプロジェクトです、はい、あのもう今週末ですけども、今週末、はい、今週末始まります、はい、これは子どもたちが町の中で、はい、職業体験をするんですが、ね、実は職業体験というイベントでは本当はなくて、はい、子どもたちが町の中で試行錯誤して成長するという仕掛けを作るプロジェクトなんですね。なのでお店さんだとか、それからボランティアの方とかがお手伝いをして、はい、夏休みぐらいから始めるんですが、はいはい、11月までの間がプロジェクトです、うん、
で最後の結果が11月23日の勤労感謝の日に行われるんですが、もう今は卒業、小学校を卒業して中高生がボランティア中心になってやっていただいて、次には、はい、今まで参加してたのが今度は指導する側になったりとか、指導というかもう一緒にリードしてくれる仲間になってきています。はい、でまあ、今年もとても楽しい企画が、できてまして、山にあるそうです。準備中です。はい、11月23日、ね、はい、受付開始が8時からということで、今回始まるんですけど、はい、これから、後半はぜひその内容を深く掘り下げて、もうすぐですからね、はい、どんな内容なのか、はい、皆さんに紹介したいと思います。はい、では、前半は終わらせていただきます。はい、ありがとうございます。ここからは柏の葉ニュースです。10月19日日曜日午後1時から5時まで、柏の葉キャンパス西口では柏の葉でハロウィン、町ぐるみでハロウィンが行われました。今回6回目となるこのイベントは、地域の大人がみんなで子どもを楽しませる企画で、柏の葉でハロウィンリーディングチーム町のクラブ活動事務局の主催です。それでは写真を使ったスライドショーで当日の模様をお送りします。
いかがでしたか？毎年行われている柏の葉のハロウィンですが、いつものトリックアトリートに加え、今年はファッションショーも行われ、大勢の子どもたちが楽しそうにしている様子が印象的でした。それでは、大瀬優子のおいしいサロン、後半をご覧ください。はい、後半も引き続き、柏の葉アーバンデザインセンターアートディレクター、小山田博彦さん、お話しいただきます。はい、よろしくお願いします。先ほど前半でも出ましたけど、はいはい、このピノキオという、はい、ピノキオというイベントが始まりますが、この辺をもうちょっと詳しく伺わせていただこうかなと思いますが、はい、わかりました、はい。まずピノキオプロジェクト、うん、というのは、まず参加方法ですね、はい。これは11月の23日、今年は日曜日の祝日になりますが、はい、朝8時から朝8時に、はい、受付が開始するんですが、はい、対象小学生です。小学生が対象、はい、小学生1年生から6年生まで、残念、私だけ、はい、はい、それで、当日にお仕事をもらうことになります。要はハローワーク的にお仕事をもらいに行きます、はい、どこに行けばいいんですか、はい、柏の葉キャンパス駅前の、ララポートさんの2階に、正面入り口があるんですが、はい、階段上がるところに、はい、そこの入り口横に、ピノキオの受付が置かれます、はい。ララポート2階、はい、ピノキオ受付があるということで、はいはい、そこで参加費300円です。300円、参加費、はい、だけど働いたら300円分の300ピと呼ばれる、はい、その日の流通する、はい、貨幣が戻りますので、はい、結果はプラマイゼロです。プラマイゼロ、はい、はい、参加費300円をお持ちください、はいはい。で、雨天結構です。雨天結構、はい、でそこの会場に行って、でどのようにお仕事は決まるんでしょうか。はい、今回はですね、これまでは自分が好きなお仕事を選んでお仕事カードっていうのをもらってたんですが、毎年やはり同じ仕事をしてしまうとか、好きなものをやるっていうことがあるので、今年はテーマがですね、はい、健康元気チャレンジなんですね。健康元気チャレンジ、はい、特にチャレンジをしてほしいので、用意チャレンジと大きく書いてある、はい、今回チャレンジっていうのが、なので、はい、今年はお仕事を選ぶんではなくて、うん、お仕事があなたを選びましたよということで、はい、うん、抽選方式になりました。抽選、はい、何が当たるかわからない。そうなんです。なので、はい、小学生の皆さんは、はい、まず時間帯は選べます、はい、10時半から1時間ずつで11時半、うん、12時半スタートになりますが、好きな時間帯にからカードを引いてもらって、うん、引いたものがあなたの今回のお仕事になります。何回やってもいいんですか。です、はい、1人1回だけ、引くのは1回だけ、1回だけ引く、うんうん、で並び直したら何回でも、OK、あ、何回やってもいいな、はい、はい、なるほど、大丈夫です。時間が変わって、はい、また並んで引くのもあり、はい、大丈夫です、はい、去年は3回やった人もいましたね。本当ですか、はいはい、なのでぜひ300円をですね、お小遣いを握りしめて、はいはい、朝8時からやってます。8時から並んで、はい、抽選で、そうです、何が当たるかわからない、はい、で当たった仕事にチャレンジすると、はい、大体ですね450仕事ぐらい今決まってますので、それぐらいの人数分はあります、はいはい。さて中身はどんな仕事があるんでしょうか、はいはい。今年はこのまず健康元気チャレンジということで、うん、毎年チャレンジの代表格がですね、はい、ピノキオカフェ、カフェ、はい、ピノキオカフェ、ピノキオ食堂と言ったりカフェと言ったりしますが、はい、が一つ、それからクリスタルコートの中で、はい、子どもたちが企画から考え出したいろんなお店が出ます、うん、はい、はい。これがまあメインの、はい、ことになりますが、まずカフェの方ですが、はい、今年は、健康元気チャレンジなので、まず健康、うん、健康ということで野菜に注目しました。野菜です、はい。それで実は大瀬さんに、はいはい、レシピを作っていただいて、はいはい、美味しい野菜スープ、はい、とか野菜、はい、かぼちゃのサラダ、かぼちゃのサラダ、はい、とかが登場します。でさらにね、はい、お店の方では野菜のパンと、そうです、それと千葉大さんの、千葉大さんのジャム、美味しいジャムを、はい、いくつか用意してですね、はい、組み合わせで食べていただく。蜂蜜も、はい、蜂蜜、先ほどね、はい、ご紹介しました蜂蜜クラブさんのやつは、チーズの上に蜂蜜をかけて、それも塗っていただいてもいいし、はい、というような形で、美味しそう、野菜を中心に、うん、それから、まあ、果樹を中心にした食材で、はい、それぞれの効能が書いた、はい、ランチョンマットが用意されてますので、はい、ぜひ読んでいただいて、はい、それで食べたらですね、はい、ぜひここには、町の健康研究所、はい、明日というのが今年オープンしましたので、はい、
参加券がついてますが、はい、上にあの上がっていただいて3階でしたかね、はい、3階にありますので、北館の3階にありますので、はい、そこでいろんなんか試食ができるそうです、はいはい、なのでぜひ、はい、カフェで食べたら、はい、ぜひまた上にも行っていただきたいと思ってます、はいはいはい、他にはどんなことが、はい、それからメインのですねクリスタルコートの中ではですね、はい、ピノキオリーディングチームと呼ばれる、うん、もう夏休みぐらいからですねワクワクして、うん、一緒に企画を考えるチームが何人かこうやっぱ集まって活動してるんですが、はいはい、今年は、岩手県の山田町っていうところに、はい、夏休み来ましたね、はい、合宿に行ったんですね、うん、でそこでいろいろ企画を考えまして、企画がこう固まってきました、うんうん、で今準備しているのはピノキオまず郵便局、うん、これはその山田町の郵便局が出張してきたという設定になっています、うん、はい、でふるさと宅急便みたいに、うん、ふるさと の、うんうん、あの産物が販売されたり、はい、それは岩手県の、そうです、うん、はい、があのピノキオ の、 あのクリスタルコートの中に出張所ができて販売をします。これ子供たちが手伝います、はい、だから山田町のジオラマで、うん、あまちゃん、うんうん、NHK さんの番組で、うんうんうん、あの鉄道のジオラマを作ったりとか、うん、街を再現しています、はい、それからあのサオリオリという、ね、はい、あ の体験もできたりもします、はいはい、から恒例のピノキオ委員、はい、国立がん研究センターさんとコラボをしまして、はい、優秀な看護師さんたちと一緒にですね、はいはい、実際に、問診をして、注射器をやって点滴を打ってとか、うん、で今年はお薬屋さんもですね、はい、薬局を別格に作って、はい、きっちり測ってというのをやったりもします、はい、から市役所のですね、はい、消費生活センター、うん、とコラボもありまして、うん、はかりをちゃんと検査する部署さんとコラボをしますので、はいはいはい、今回は長さとか重さとか体積とかを、はいはい、当てるクイズラリーがあったりですね、うん、クイズ、はい、それから豆をですねしっかりはたあの測ってはかり売りをするとかそういうものもあります。懐かしいね、はかり売り、はい、昔だね、はい、そうですね、はい、それから今年初でピノキオニュース社という、はい、あのはい、会社なんていうかな、あの PR 会社みたいな設定があって、うん、まあ、今回のこのケーストリームさんにもあの、うん、ご協力いただくんですが、はい、テレビ局と新聞局ができます、はい、でピノキオのいろんなあのプロジェクトをですね、うん、紹介してもらったり、うん、ファッションショーをやった子どもたちにインタビューしたりとか、おから、トップ記事を自分が飾るということで、はいはい、あの何かこうこの街のニュースもしくは世界のニュースのトップ記事を飾るということで、うん、いろんなポーズを取ってもらって、うん、面白い記事の中に自分がトップを飾るみたいなことも、文章も書くんですね、はい、文章はもうあのできてます、できてる、はい、はいはいはい、面白い記事ができてますので、はい、まあ、これも全部子どもたちが考えて、はい、今あの一生懸命準備をしてます、はい、で、参加した人は20日から、はい、20、21、22の3日間は、うんうん、クリスタルコートでこのピノキオの会場作り、それからいろんな層の看板を作ったり、使う道具を使ったりというのを一緒に作ります。20、21、22、はい、これは、はいはい、朝10時からですね、はい、夜の8時ぐらいまでやってますので、はい、お子さんたちは学校がありますから、はい、学校が終わったら、はい、ぜひ遊びに来てもらって何か一緒に手伝ってくださいという感じですね、はいはいはい、わーすごいな、はい、ぜひあの保護者の方もですね、そうですね、はい、楽しみながらということなので、うん、あのその準備が実は一番楽しいんです。ファッションショーもさっき出ましたけど、はいはい、ファッションショーはどういう方が参加するんですか、はい、ですね、ファッションショーは、うん、お洋服をですね、ララポートのお洋服屋さんからお借りしましてですね、はい、お店屋さんから、はい、あのなこう用意してあります。でこれは、抽選じゃなくて、はい、あのこうサイズがありますので、サイズがある、はい、あの性別もありますので、はい、順次受け付けますけども、はいはい、ポーズあのまず来てお化粧をして、はい、ちゃんとポーズをとって、歩くの歩くのどこを なんとか動くってなりますね、はいはい、うん、これはね、クリスタルコートのちょっと並びの直線がある通路で、うん、会場ができてますので、はい、そこでやります。でカメラマンの仕事とか、うん、こう MC の仕事とかも、うん、ファッションショーの中にはあります。子供たちが、はい、子供たちが全部やります。とても可愛いので、もういつもあのお母さんたちの、はい、もうカメラ目線がもうすごいですね。盛りだくさん、はい、盛りだくさんです。いやいや、でも本当にこれは子供と一緒になって、はい、大人も成長できますね、はい、そうですね、はい、こういう、はい、もうとても盛り上がって、はいはい、子供も大人も一緒になってあのこうおしゃべりしながら、はい、今準備をしています。これが8回目ということですけど、そうですね、はい、はいはい、
でもうあともうあと10年、はいはい、あの目標にしてまして、はい、10周年にはですね、はい、あのぜひこの発祥の地であるイタリアにですね、みんなで行って、向こうの、子どもさんたちと一緒に何かコラボをするという企画を考えております。はい、そうピノキオはねイタリアですもんね、はい、そうです、イタリアが発祥なので、はい、イタリアに行って、そうです、で向こうの子どもたちと一緒に、はい、カシアナの子供たちも、はい、第1回目の時にはそのエドアルド・マラジーさんという、はい、このイタリアの、はい、学校の先生でもありアーティストに来ていただいたんですね、はい、だから今度は10周年は僕らが行こうということで、一緒に行く、はい、ぜひ大瀬さんとも行きたい、はい、一緒に行きたいと思いますけど、ぜひ行きたいと思います、はい、いやいやなんかこうね小山田さんの話を聞いてるとワクワクしてきて、ありがとうございます。まさにそれが五感の学校、はい、そうですね、はい、テーマである。この街は本当にもう8年目で随分盛り上がってきたと思います。はい、はい、ね、8回続いてるのもすごいんですが、はい、10回目はイタリアに行こうということで、はいはい、ね、ますます期待が深まる、楽しみが増えるというところですけど、はいはい、11月23日、ね、今も準備大変だと思いますけど、いい、ねはい、もう楽しくやってますので、はいはいはい、ぜひ皆さんも来てください。今日はどうもありがとうございました。大瀬優子のおいしいサロン、今日のゲストは UDCK のアートディレクター小山田博彦さんでした。続いては野田朗読の会による朗読、死神どんぶらをご覧ください。死神どんぶら。雨の秋の夜が更けて、世間は寝てしまって、虫だけが鳴く。起きているのは虫と炭焼きのサブロージだけ、それと部屋の隅の死神。サブロージは炉端に腕組みをして大あぐらをかいている。死神は向こうを向いて壁に向かってきちんと四角く座っている。肩はげそっと痩せている。骨が皮を着て、皮が目倉島の着物を着ている。着物は雨でぐっしょりだ。サブロージはさっきから飲みかけのどぶろくをもう一杯茶碗に継いだ。どうだ？進めても死神は後ろ向きのまんま、いやいやをするばかり。そうか。死神の分を飲み干すようにサブロージはまた一杯がぼりとあおる。あった、やめろ。明日の朝より早く死なれると俺の落ち度になる。部屋の隅から陰気な声がした。サブロージはなんだか急におかしくなって、ゲタゲタと黄色い歯をむき出して笑ってしまった。そうしてまたドボドボと酒をついた。やめろ。死神がこっちを向いた。怒っている。青い顔の目が鋭い、血走っている。サブロージは平気だ。もう覚悟してしまったら怖いものなんかない。考えてみたらやっぱり死ぬのが一番恐ろしいのだ。その覚悟がついたら何にも怖いものなんてない。ましてこいつ、この死神の野郎、死ぬ前にいっぺんかかあと娘に一目でいいから会わせろと言ったのに。ダメだ。お前は明日明け方ひっくら返って死ぬことになっている。なんて抜かしやがった。そんな奴の言うことなんか聞くことはない。早く死んで奴が困ったら帰って面白いぐらいのもんだ。ざまあみろ。ちょうどこの頃、カヤはせっせと山道を歩いていた。カヤは七つだ。ミノは大人のミノだから地びたに引きずっているし、傘は大きすぎてまるで豆だぬきの酒貝といった格好だ。それでもカヤはせっせと歩く。父ちゃんに会いたい一心だ。母ちゃんは父ちゃんと喧嘩した。またいつものようにお酒のことからだ。
母ちゃんはカヤを連れて怒って里のじいちゃんばあちゃんの家へ帰った。じいちゃんもばあちゃんも可愛がってくれたし、母ちゃんは特に可愛がってくれるけど、カヤは父ちゃんに会いたくて夜中に一人で抜け出してきたんだ。一人ぼっちの父ちゃんは風邪でもひいて寝てるんじゃないだろうか。だっていつものように3日経っても迎えに来てくれないんだもの。ミノを着ていてもカヤの腰から下はぐっしょりだ。川に落ちたみたいだ。ハギ、ススキ、キキョウ、カルカヤ、オミナエシ、雨に濡れた秋草の方を押し分けて歩くからだ。ではそろそろ行くか。死神が部屋の隅から立ち上がった。もうか。サブロージはちょっと慌てたが諦めてタバコ入れを腰に刺した。それから抜いた。死ぬのにタバコ入れはいらねえな。うん、そうだ。そうしてタバコ入れの根付けの象牙彫りのおかめの面を炉縁に乗せた。なんだそれは。うん、これをカヤが欲しがってたんだが俺やらなかったんだ。さあもういつでもいいぞ。うん。すすっと死神が近づいてきた。サブロージの肩にパッと飛びつこうとした。しかし飛びついたのはカヤだった。父ちゃん。おお、お前か。カヤか。サブロージはちっちゃい体をぎっちりと抱いた。カヤはワンワンと泣いた。それから炉の火で熱くしてもらった雑炊をふうふう吹いて食べた。食べながら眠った。寝かしつけられた床の中で目を覚ますと布団を蹴って羽を着た。父ちゃん、じいちゃんばあちゃんの家に行こう。母ちゃん迎えに行こう。早く。だけど具合が悪いな。今月は月初めにも迎えに行ったばかりだからな。行こう、それでも行こう。母ちゃんが待ってる。サブロージは具合の悪そうな顔をしていたが、カヤがせかして腰の周りをぐるぐる回って小さい拳でポテポテ叩くと、ニヤッとしてから立ち上がった。それから急に忙しくなった。父ちゃん、これ。炉縁のおかめを見つけてカヤが言うと、うん、お前にやる。サブロージはそう言って嬉しがって踊り回るカヤをとっ捕まえると、構わず頭からドテラを引っかぶせてキリキリ帯を巻いた。そしてひょいっとその裾へ頭を突っ込むと肩車にした。カヤ、おめえあったけえな。うん、おらも。目ばかり出してドテラにくるまって父ちゃんの肩にまたがったカヤは、桃が父ちゃんの武将髭で痛かったが、嬉しくて仕方がなかった。右手には欲しかったおかめをぎっちり握っている。時々鼻の前に持ってきてそっと見る。早く母ちゃんに見せて、父ちゃんにもらったって話してやりたい。早く行こう。うん。サブロージは貧乏どっくりを両手に下げて土間へ降りた。歩きながら飲むのか。サブロージは笑っただけで返事はしないで戸を開けた。おお、すっばらしい朝焼けだ。本当に外はすばらしい朝焼けだった。雨はとっくに上がっていて、東の花葉山のてっぺんの空の高いところに鱗雲が北から南へはるばるとかかっていた。へっきしゅーいと歩きながらサブロージはとてつもなく大きなくしゃみをした。頭の上のドテラの中でカヤはキャッキャと笑った。風邪ひくな父ちゃん。
そして三郎次はカジカ川の橋の上にかかると、持っていたとっくりをできるだけ遠くへぶん投げた。沈んだか？三郎次が聞いた。ううん、流れてく。父ちゃん、酒やめるだな。そう思って、かやはじいちゃんばあちゃんの家へ着いたら、このことを母ちゃんに一番先に話してやろうと決めた。そして二番目におかみをもらったこと。握った右手を鼻の前へ持ってくると、おかみはふくふくしく朝風の中で笑っていた。死神はとっくりと一緒にどんぶらどんぶらカジカ川を流されながら、もう一息だったのに、惜しかったと恨めしそうに、だんだん小さくなっていく肩車の親子の姿を睨んでいた。野田朗読の会による朗読、死神どんぶらでした。柏市民が作る地域情報番組、柏の葉コミュニティ放送 K ストリーム。今日の放送はいかがでしたか？ K ストリームはブログなどでも情報を公開しております。当日のプログラムなどはこちらをご覧ください。それでは次回の放送は11月25日火曜日です。ぜひご覧ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。ケーストリーム。